はい、皆さんこんばんは、おはようございます、こんにちは、ちょっと目でどうですか、肌綺麗ですか。いやもうダメだね、もうね、もう年なんでね、はい、もう汚いのはね、もうね、分かってますけども、汚いですね。すみませんでした。はい、お見苦しいところ、申し訳ございません。ということでですね、ジャスサウェイ競馬予想動画、天皇賞秋に続いてですね、この動画は、土曜日に行われる、まあもう明日、今の収録時間は、まだ30日、11時41分なんですけども、はい、まあ、あと20分でね、土曜日、明日になってしまいますけども、アルテミスステークス、東京11レース、メインレースでございます、はい、土曜日ですね、明日のメインレースでございます、2歳オープン、牝馬限定、指定か、これ、まあいいか、牝馬限定、うん、はい、そうですね、予想していきたいと思います。まあはい、メジャーエンブレムで、はい、もうがっつり一番人気でいきます、はい、ね、クリストフルメール騎手でね、まあ、シンバースター賞で、オープンと順当に勝ち進んで、まあ、大外枠ですけども、まあ、彼女には問題ないかなと思われます。東京なんでね、最後の直線が長いんでね、まあ、追い込みにね、末足でね、はい、かけてみたり、はい、メジャーエンブレム、うん、名前的にもね、なんかね、ちょっとスター性がある名前かなと思いまして、うん、まあこんなの僕予想動画じゃねえよって思いますけどもね、なんかでも、まあ、スター性がある、なんかスター性、うん、なんだ、名前がちょっとスター性があるとメジャーエンブレムってなんかちょっとかっこいいですよね、女の子にしてはね。で、まあまあ、あとやっぱ成績もね、成績とあと乗る騎手もね、うん、そういうことも考えて、はい、一応メジャーエンブレムとは思ったんですけどもね。あとは、まあ、もう一頭気になるのは、5枠8番のウィン・ファビラス、はい、これもですね、ずっと松岡雅美騎手で、新馬未勝利、新潟2歳セックス、これ2着なんですよ。はい、だから、まあね、まあ、12番人気で2着なんでね、まあ、いろいろ条件はあるんですけど、まあ、ただ単に成績で考えたら、うん、それ G3 で2着でオープンでね、来てるんで、なんかいいのかなとは思います、はい、これ、ウィン・ファビラスってことは、冠名がウィンなんで、はい、ウィン・バリア・シモンとちょっと、関係してる馬かもしれないね、ちょっとね、僕はウィンバリアシーワンの好きだったんですけどね、オルフェーブルにどうしても勝てない馬っていうちょっとね、そんなね、こともあるんでしょうけども、はい、ぜひとも敵を取っていただきたいと思います。はい、お前に任したぞって、はい、ということで、あとですね、まあ、メジャーエンブレムウィン・ファビラス、もう一頭挙げるとしたらですね、2歳戦って意外に難しいんですよね、うん、結構なんだっけ、もう新馬からいきなり勝ち上がって勝負してきたりとかね、未勝利で上がってとかね、もう一頭上げるんであれば、まあ騎手として、うんうん、やっぱ3番人気エスティタート、うん、まあ、滝豊騎手が乗ります、はい、まあ騎乗ステークスで2着と、はい、まあ、一番人気2着ですけどもね、このこのまま一気に来てね、うん、あとは、まあそうですね、この、うん、クロコスミア、どっちやねはい、6枠10番クロコスミア、はい、前走が札幌2歳ステークス8番人気なんですけども、3着入ってるんですね、はい、だからそうですね、この、まあ、で人気がないんですよ、9番人気で単勝 35.3 倍なんですけども、現時点でね、だからそうですね、この馬も成績から考えると
うん、いいんじゃないかなとは思うんですけどもね、まあね、あの馬見る目ないんで、ね、どうなるか分かんないですけど、はい、ただ成績からいくとあのいい成績を残してね、オープンできてるんでね、うん、ちょっと捨てがたいのかなと思います。はい、ウィンファビュラスも実はそうなんですけどもね、2歳ステークスで2着と、うん、人気があるからちょっと言ってみたんですけどもね、うん、まあ一応そんな感じですかね。まあ8枠15番メジャーエンブレムからもう一番人気ですけどもね、一番人気から6枠11番エスティタート、はい、でもう1頭ウィンファビラスですね、はい、まあ81、15と、まあそうですね、こんな感じで、うん、行きたいと思います。まあもう1頭、そうですね、最後のもう1頭を上げるなら僕2枠2番のクナウっていうのはいいと思います。前走前々走サフラン賞500万下で2着、まあその、ね、前に、ね、ダリア賞で、ね、新潟で、オープンで2着に入ってるんでね、うん、まあ、力はあるとは思います。成績だけで言ってますけども、はい、まあそんな感じですかね、はい、うん、まあ穴としてはクナウとあとなんだ黒コスミアはい、以上です。以上、ジャスト競馬予想動画でした。次はですね、これアルティメス、次はスワンステックスを速攻上げてみたいと思います。はい、ね、スワンステックス確か 1400m だったかな、はい、ね、電撃7ハロンということでまた速攻上げてみたいと思いますので、それでは以上、ジャストウェイ競馬予想アルティメスステックスでした。あ、ジャスト